えー、フィット抜本改革で天気を迎える太陽光発電市場、JPEA 経済産業省が語る今後の展望ということの、えー、ニュースの3つ目ですね。まあ、1つ目が、えー、太陽光発電協会という団体ですね、業界団体、太陽光発電業界団体ですね、JP、太陽光発電協会、JPEA というところ。 まあ企業の、えーまあ、太陽光発電に関連している企業の団体なんですけども、まあ、金か会長がいて、ほ、まあ、他にもいろいろあると思うんですけどね、会社が賛同しているというところですよね。今後の太陽光発電に関してどのような情報交換が行われたのかということなんですよね。で2つ目が 資源エネルギー庁ですとか、えー、経済産業省の方たちがどのように太陽光発電というのを位置づけているかどのように発展させたいと思っているのかということでの、えー、発言を行っているというところなんですよね。で最後がこれ政治家ですね。自民党再エネ議連政治の後押しをアピールというところで今回は ここの、えー、欄をちょっと少し読み解きながらね、えー、政治家たちはどのように活動を行っていきたいのか、行っていこうとしているのかっていうところをね、えー、私なりにちょっと読み解き、読み解いていこうかなという形です。本文をまず読んでいきますね。続いて登壇したのは、自民、えー、自由民主党再生可能エネルギー普及拡大議員連盟会長の柴山正彦衆議院議員。 国際社会の流れ、これからの環境など、いろいろと太陽光発電に追い風が吹いているとの認識のもと政治の後押しをしていきたいと表明したと。国際競争という点でいうと、何が真に日本の国益になるかということを考えなければならない。技術開発にしついても地域分散型を構築していくためにもきめ細やかな制度づくりが求められる。ソーラーシェアリングなど農地における役割分担を も必要となってくる。メンテナンスや安全性に関する問題への対処なども進め地域の理解をしっかりと得ることも大事地方公共団体が太陽光パネルに課税をすることを検討しているという話もあるがこれね、まあ、本末戦闘になってきますよねこれね本来は広げていかなきゃいけないものに対して早速課税をしていくと私は減税が必要なぐらいだと思っておりますね。 あるいは設備の認可に関してとか、系統接続に対しての,その法規制というのをです、ね、いろいろ緩くしていく方向に行かないとなかなかまだまだ発展しないんじゃないかなと思います。それぐらいね、インフラを整備するっていうのは、時間もかかるし大変だし、お金もかかるんですよね。それに早速、課税をするっていうのはどういうことなのかなっていうところはありますよねで。そういったことにも声を上げ、筋を通らないことは排除していきたいということですね。 系統整備をしていく上での費用分担をどうするか、発電側、基本料金の問題も出てきているが、私たちとしてもしっかりとチェックしていきたいという話ですね。まあ、ただ議員というのはですね、その時その時で、まああで、流れによってですね、結構その右左とか、えー、参戦反対というのはですね、結構平気で変わっていくかなっていう人たちの。 集団でもあります、まあ彼らはの目的っていうのはですねやっぱり議員で居続けることだと思いますので、えー、その時の政治状況とかですねその時の思想の、うん、方向性っていう思想と言ったらいいのかな、まあ、考え方とかですね政治のその流れっていうものにいかにうまく乗っていくかというふうに私は判断しております。 だから、まあ、自民党がどうとか、そういったことではなくて、その時の世相ですとかね、あるいは世界的な大きな流れに向けて、あの彼らは意見を変えていくということになると思います。うん、だから、まあ、あまり信用はできないしあの、この場ではこういうことを言ってても、来年には全然違うことを言ってたりとかっていうのはね、十分ありえることなんですよね。 今までもそうじゃないですか、そういう方たちが多かった。一貫性というのはほとんどないですよね。うん。ただ、その、本来頭のいい人たちっていうのを、我々が選んでいないっていうところもそうだし、そういう気骨のある方っていうのをね、選んでいないっていう、こっちの面もあるわけですして、まあ、本来政治家っていうのはそういうのが今増えてきちゃったなっていうのは、やっぱりすごく大きいところ、大きな問題だと思いますよね。うん。 まあでも彼らが後押ししてえそういった流れを作っていくっていうこともまあ間違いないところであるので本当にえ太陽光発電をねえ発展させていこうという気概のある人たちがきちんと集まってやっていくっていうのであればまあ,ある程度はいいかなと思うんですけどもこのインフラ事業なので何十年にもわたってですね時間をかけてしっかりとあの根付かせるっていうのが私たち というかですね、この太陽光発電の大事な部分だと思うんですよね。<coughs> 失礼しました。あのやっぱりですね太陽光発電の設備投資っていうのはお金もかかることもそうなんですけどその投資を回収しつつですね、えー、だんだんと性能がアップしてきてで地方に根付いた その発電設備ですね。そういったものがしっかりと出てくるっていうのが、やっぱり今後の,その再生可能エネルギーの一番の肝だと思います。で、最終的には蓄電池なんかもね、併用していって、えー、自立したね、電源を持つというのが、やっぱり一番大きなところだと思うんですよね。ですから、やっぱりそこの部分がどれだけしっかりできるかっていうのは、政治家の人たちの力っていうのも、やっぱりかなり必要な部分ですけども。 まあ先ほども言ったようにですね流れが変わってしまうと彼らもうん反対の立場に行くことも十分可能ですまあそれを反対している疑念というのがおそらく原子力村であったりとか火力発電に携わっている、ね、人たちだと思うんですけどもそういった方たちの流れをどういうふうにね受け止めていくかっていうのもその政治家の人たちがねどう考えていくかということにもなってくると思いますよね。 まあちょっと本文、関係ない話になってしまいましたけど、本文、ちょっとさい最後の方を読んでいきたいと思います。柴山氏は最後に、日本の再燃が信頼できる手保守環境にあるかどうかを世界の投資主体が見ていると指摘。いずれにしても今年が非常に大事な年になることは間違いないと締めくくった。来賓挨拶、乾杯の後は参観者それぞれに立食と簡単を楽しんだ。経済審営経産省審議会での フィット抜本見直しの議論も大詰めを迎え、その概要が見えてきたこともあり、新制度化でのビジネスモデルについて情報交換をする姿がおく見られた。太陽光発電にとっては厳しさを増す新制度ともなりそうだが、参加者をおべて笑顔で会場は新たなスタートへの期待感に包まれているようだった。この新制度っていうのがですね、いわゆるフィットの場合ですとかなり厳しい投資環境になるのかなということですよね。 いわゆる1キロワットアワーたりの円というのはですね、どん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 下がっているということですね。最初は40円ぐらい出てたんですけども、それが今20円台ですよね。21円とか、それぐらいだったと思いますけれども、まあ半分ぐらいに減ってきていると。投資をしてですね、まあ、そのフィットによって売電をして利益を得ていく、利益というかね、えー、受益を得ていくっていうことが非常に難しいということですね。 特に家庭用の方では10年間では全然ペイできないと、まあ、40年の時代でもですね、えー、10年ではなかなかペイできるものではなかったそうですですのでそういった、ね、部分をどうやっていくのかというところですけれども、まあ、これ以上の投資環境を整えていくというのは、ね、やっぱり難しいと思わ,れ思わざるを得ませんし今後はですね、その国を挙げてしっかりとこの投資環境 ですよね、まあ投資環境というよりかはしっかりとインフラ事業なので国家的なその生命線をね抱えるところでもあると思うんですエネルギー戦略というのは本来ですよだって災害も多いし地震も多いし、ね、自然災害がこれだけ多い土地において自立してない電源がねこれだけいっぱいあるっていうのはやっぱり問題ですよね、まあ、原子力はしばらくはね作っていかないといけないと思うんですけどもやっぱり再エネによって であ,のまあ、ある程度の災害が起きたとしても融通し合えるような電源ですね各地に発電所をいっぱい持つっていうことはすごく大事ですし、まあ、蓄電設備についてもね、えー、もちろん蓄電池っていうのは大事なんですけどもやっぱり水素によって変換して蓄電をしておくっていう蓄電もそうですしあの蓄ガスにもなりますし、えー、蓄熱にもなりますよね。 だそういったところの環境っていうのをですねいち早く少しずつでも整えていく小規模でも中規模でもいいのでそこら辺から少しずつやっぱり整えていくっていうことをもっと真剣にね考えていった方がいいと思います。まああのー、今後国際社会っていうのはねどのように発展していくかっていうのはわからないんですけども今のところですね、えー、大きな戦争とかっていうのが起きる兆候っていうのはですねそんなに 出てこないんじゃないかなとは思うんですけれどもそういったことが起きた場合自然災害も含めてですけどもねやっぱり強いっていうのは自立した電源を持ってるかどうかだと思うんですよね航路がたたれたりとか輸,入輸出入がねうまくいかない今回の,あのコロナウイルスですねあれだってだいぶストップするわけですよ、ね、人が外に出られる機会が少ないわけですからねその時に、まあ、自立した電源があったりとか自立したそのガス の経路っていうのはね、あったりすれば、そんなに困らないですよね、その輸入がストップしたりとか、急激にその単価が来なくなるとかってことはないと思うんですけどもね、それによって。でも、あのー、もう今の時点でですね、観光客の人なんかはね、すごい激減してますよね。中国から来る人たちっていうのは激減してます。で、そういった時に、ああ、収入じ当てにしてね、えー、インバウンドの産業なんかをこう、 インンバウンドを、ね、恩恵を受けている事業なんかをね持っている方たちはかなり大打撃ですよね。まあ、それによって経費となるね <laughs> 失礼します再生可能エネルギーによる電源があるだけでも、うん、電力がねこう確保できるっていうのは結構大きいじゃないですか。電力がまあその間設置費用をねこうペーしていくっていう部分ではマイナスになるかもしれないんですけどもとりあえずの電気代がね助かるっていう部分であれば結構大きいですよね。 うん、でそういったものを設置していくものに対して本来であればもうちょっと国が補助してもいいぐらいだとは思うんですけどもそういった業界団体も含めてですねいろんなですね、えー、より大きな話し合いが必要かなと思いますやっぱりその火力発電にしろ原子力発電にしろですね、えー、その設備の更新ですとかあるいは設備費用ですねメンテナンス費用っていうのを まあそれなりに今は大きくインフラが整った状態だからそれなりにかかんないと思う,思うんですけどもね、まあ、その中の発電量を考えればまあかなりいいものかなとは思うんですけども、まあ、そういったものを運営しつつやっぱり再生可能エネルギーねこうやっぱ増やしていくって今の状況でもうちょっとスピードを上げた方がいいかなと私なんかは思ったりもしますよねはいえー、まあ今いろんなことがねこう複雑に絡み合っててなかなかこういう部分がね 今後どうなっていくのかっていうのが難しい部分ではあるんですけど、もうちょっとこう大きな長い目で見て、やっぱりこのインフラの整備っていうのをね、考えていかないといけないなと思います。これ時間のかかる問題だから余計にね、しっかりと基本的なものを土台としてしっかりとこう話し合うってことがね、必要かなと思いますね。はい。えー、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。